こんにちは、レトスノーノです。12月13日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。この3問だけではなくて、別途過去問勉強していますでしょうか？この3問だけでは全然問題量が足りません。なので、別途過去問集を使って勉強を進めていきましょう。誰しも1回や2回だけ勉強しただけでは頭に入らないので、3回4回復習する計画を立てましょう。で、遅くても2月中には一通り勉強を終わらす計画にしていただければと思います。そうしないと後になって本試験に間に合わないということになりますので、まずはですね、計画を立てるということですね。計画こそ合格への第一歩です。では問題に入ります。 A は B に対する金銭債権を C に譲渡した。債権譲渡について、 B は C に対して確定日付のない書面で承諾をした場合、 C は第三者 D に対して自分が債権者であることを主張できる丸か×かという問題です。問題考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはどうかというと、これは×ですね。まあ、確定日付のないっていうところが誤りになります。債権譲渡について第三者に対抗するためには、債務者の承諾もしくは譲り渡し人 A から債務者への通知、まあ、どちらかですね。で、このどちらについても確定日付のある証書で行う必要があるんですね。で、今回は確定日付のない証書で承諾をしているわけですよ、債務者は。なので、この C さんっていうのは第三者 D に対して、対抗することができない。なので誤りになるということです。で、個別書の受講者については、受講者専用のメルマガから債権譲渡の基本的なところを頭に入れていただければと思います。で、今回はちょっと無料のメルマガなので、これ以上ちょっと詳しくは解説できないんですけども、この問題、意外とですね、理解していない方非常に多いので、しっかり理解できるようにしていただければと思います。で、問2ですね。宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合について、A は分譲の代理を他の宅建業者 B に依頼した。B は単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、案内所においては B のみ標識を掲示すればよい、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。案内所に、標識を掲示する義務があるのは案内所を設置する宅建業者です。で、今回の問題文で言うと、 B は単独で現地案内所を設置したと書いてあるので、 B のみ案内所において、標識を掲示すればいいということになります。で、分譲会社っていうのは現地、つまり分譲地に標識を掲示します。つまり A が分譲会社、分譲業者なので、 A は現地分譲地に標識を掲示しなければいけません。まあ、これ基本的なところなんですけども、覚えられていない方、整理できていない方で非常に多い部分です。また問題文はしっかり読んでいただければと思います。読み違いで間違えることはすごくもったいないので、ちゃんと問題文は読みましょう。そしてこの問題で重要なのは、先ほどお伝えしたポイント以外にもあるんですね。で、それは問題文の読み方になります。で、この点については個別指導の、方のみお伝えいたしますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います。で、問3ですね。市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えは、許可を受けなければいけませんので、誤りですね。許可を受ける必要はない、これは誤りです。市街化区域内の耕作目的による農地の取得っていうのは3条許可が必要なんですね。届け出だけで良いという特例は適用されません。届け出だけで良い特例っていうのは市街化区域内の特例なんですけども、これは4条5条だけなんですね。3条は含まれないんですよ。なので3条は原則通り3条許可が必要だということです。で、なんでこの特例3条は適用されないのか、これ理由付けをして頭に入れると本試験で迷っても答えをその場で導けるようになります。で、この理由付けが理解学習の一つなんですね。なんで上記の理由については個別指導で解説していきます。丸暗記学習では本試験で頭が真っ白になって混乱する可能性がありますので、そうならないためにも理解学習ぜひ実践しましょう。で、この動画でですね、理解学習の細かいところまでお伝えしてませんので、ちゃんと理解学習をしたいという方はもう自分自身で、理解すべきところを調べていくってことをぜひ行っていただければと思います。で、自分自身で調べるの難しいっていう方はぜひですね、個別指導ご検討いただければと思います。
この時期であれば十分来年の試験で40点台、取れる実力つきますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。デゾスの小野でした。